私も震災直後からずっと木村さんの話を聞いてきたんですが、木村さん変わったなっていうのが最近ですね。それはどんなことでしょうか。これはね、木村さんだけじゃなくて、やはりご家族、特にね、お子さんを失って行方不明になって探してらっしゃるお父さんやお母さんの気持ち、最初は非常に硬くなるね。マイクを向けても絶対に答えてくださらなかった。でもね、今はそういうことを発信しようというふうに木村さんご自身も変わってきてますよね。すごい心の変化だと思いますね。それは多分長野の皆さんのお力も大きいと思いますよ。木村さんを支えてくださっている長野の皆さんのお力がね、非常に大きいと思いますね。地域の皆さんに小松さんから伝えたい思いというのもお伺いしたいんですけれども、いかがですか。はい、最大の支援は忘れないことだと思います。忘れないこと、そうです。最大の支援は忘れないこと。そしてね、原発事故さえなかったら、これ木村さんもそうなんですよ。木村さんがいらっしゃるところ、大熊町に集会消防施設ができますよね。はい、月にね、1回、それもね、1回5時間しか入れない。で、白馬から通ってらっしゃるのはいいよね。6時間かけてね。そういうところがまだ、双葉とか大熊にあり、そして、瓦礫の撤去が進んでいない。瓦礫の分別作業をすることによって、もしかすると遺骨が出てくる可能性が大きいんですよ。でもそれがね、なされてないっていうのは福島だけなんです。宮城や岩手ではこれはもう震災の年に瓦礫の分別作業が終わってる。でも福島5年経ってもまだね、皆さんのふるさとの大熊、そのお隣の双葉は今進むことはやってないんですよ。これ誰がやるの。国だって。どんで国がやらないんですか。聞いたらね、高いところにご遺族がね、返してるわけですよね。月に1回5時間、なんで国はやらないんだっていう、そういうやっぱり不条理がありますので、ぜひね、その辺を福島県の現状を、ね、考えていただきたいと。あと1分程度か。実はね、今日私に一緒に同行しているのが、とっても最近で、今というふうに私は思っております。はい、分かりました。じゃあ、これに楽しみに向かって